ご紹介に預かりました立花と申します。私は、東日本大震災で福島県の、浪江町というところから6カ所目の避難所として、現在上尾の白子鳩団地におります。震災の翌月ですね、2011年の4月に、第1便の15世帯で入居しました。で、その後、避難者がだんだん増えていき、2年目の春、1年経った頃には35世帯、そして3年目の春には61世帯と膨れ上がりました。その後はですね、2013年は1年間で20数世帯の退去者がいました。一気に、61世帯まで膨れ上がりましたが、その後は、福島に帰ったり、もしくは、こちらで、住居を構えて、新天地の生活に移った方がおりました。しかし今年度、2014年度、昨年20数世帯の退去者があったにもかかわらず、今年度の退去者は1世帯でした。おそらく、私を含めて、帰れない、地元には帰れないっていう人、もしくは帰れるけど、帰らないことに決めた人が残った、状態と思います。一人一人の、胸の内は聞けませんが、やはり帰れない、帰らないことに決めたという、方が残ったのではなかろうかと思っております。今年度そういう1年、1世帯のみの、退去者という1年になるとは思ってもおりませんでしたが、昨年の、3月11日、上尾白子鳩団地で追悼式を営みました。その際はですね、当ひまわりの会員が、大きな旗にひまわりの絵を描いて、そして、その旗を皆さんにお披露目して、その旗に、寄せ書きをしてもらいました。こういう、そうですね、この会場だったらここに旗を用意して、で皆さんに寄せ書きを頼みました。準備の途中でそんなに寄せ書きが集まるとは思わなかったんですけども、旗の前面に、ひまわりの絵を描いた余白に、皆さんの寄せ書きが集まりました。本当にこの会場にいる方、参列している方がもう旗に集まって、寄せ書きをしてくださったという形です。で、その寄せ書きを頼んだ際にですね、明日につながる言葉、もしくは未来に向かって、歩いていけるような寄せ書きをお願いしますということで、書いてもらいました。いろんな言葉が書かれておりました。で、その旗をですね、旗に寄せ書きをしている状況、それを、思い出して、その後に、できた曲が一曲あります。託された未来。確かな明日が見えるのだろうか。開いた手握りしめ目を閉じる。ひとひらの花びらに心を躍らせば確かに今が見えるのだろうが、閉じた目を開くのはいつだろう。あの日からこの日へ、この日から来る日へ、つながるものはあるけど、託された未来、形なき明日、時の流れは姿なく、ただ流されてゆく、この身でさえも掴めるもの。
旗のもと記された言葉に目をやれば一つ一つに力が込められ一人一人の想い心打つ日は昇る明日は来る風に向かい立て掲げた旗がはだかるように生きている生きてゆく手を取ってあなたから私へ私から君へとつながるものがあるから託された未来かたどるは人人の言葉に秘められた魂という力の中につかめるものがあるだろう託された未来展開でした。実はですねこの歌ちょっとやっぱりテーマが重くて人前で歌うの2回目なんですよね、でしかも歌詞がめんどくさいんで我ながらなんですけども、ちょっと間違えてしまいました失礼しました。それとですね、1年前を振り返ると、先ほどお話ししましたけれども、3月11日上尾の白子琴団地の、中で追悼式を営みました。その追悼式の準備をしている時に、忘れもしない去年の2月ぐらいですね一つのフレーズが降りてきました。そのフレーズというのが、最後の日まで俺は抗うというフレーズでした。最後の日まで俺は抗う、ただその一小節一節が、降りてきました。その当時の自分の気持ちを表しているのだと思い、その一節を、手繰り寄せたところ一つの、歌にたどり着きました。この1年間この歌と共にいろんな会場を回ってきました。最後の日まで雪解け間近冬の息吹に和む心よ永遠の命を垣間見るように明日は光の中にあると信じて行こうじゃないかどんな小さな輝きだってもなくしたものに宿る想い残してゆくんだいつまでも最後の日まで俺は抗うたとえ可能幕を引いてもこの心の命ずるままに最後の一人になる日が来ても残された道を歩き続けるこの心が命ずる限り友の知らせか冬の寒さを越えてきたんだ問わず語りの日々にさよなら昨日闇の彼方に捨
捨てることなく行こうじゃないか。どんな小さな思い出だってもなくしたものに宿る思い残してゆくんだ。いつまでも最後の日まで俺は抗う。たとえ過の国が幕を引いてもこの心の目なる日が来ても残された道を歩き続ける。この心が命ずる限り最後の時が訪れようと魂の谷に抱き続ける。この心が命ずる限り